帰り出産をしない利点ってあった？うん、3人目は里帰り出産しなかったんだけど、うん、そのおかげでパパが前より育児に協力的になってくれて、とっても助かってる。買い物は大変じゃなかった？生後間もない赤ちゃんを連れて外出するのができないから、うんうん、ネットショッピングとかパパに頼んだりしてた。ストックしておいた方がいいものってある？赤ちゃんのもので言うとおむつとかお尻拭きとか、うんうん、あとは日用品、気づいたらないってものがないように多めに買っておいてよかった。上の子たちのお世話はどうしてた？妊娠中から保育園に預けてたから、うん、その点に関しては前々から預けててよかったと思ってる、うんうん、一時保育とかもね、あるから事前に調べておくといいね、うんうん。